運動自転車チャリティはいどうも E チャリティの鈴木です今日はですねまたポータブル電源とかソーラーパネルの話にね戻ってきちゃったんですけれどちょっと皆さん聞いてください僕はですね昔からあのこれ動画で何回か行ったことあるかなホワイトベースというねバイクを売っている業者さんがいるんですよでそこの会社さんの二宮翔平さんという方の大ファンでしてずーっと昔からねその人の動画を見てるんですよだから喋り方も僕二宮翔平さんのしゃべりを 真似してるわけなんで,すよ、はい、で、あの、そういうのね、分かってあのくれた方もね、結構いるんじゃないかなと思います。昔ね、あの、自転車界の二宮翔平だなってコメントをいただいてね、すごく嬉しかったのを覚えてます。はい。まあ、いつまで真似してんだよってことなんですけど、これはもう僕のスタイルとしてね、二宮翔平さんの真似をするんだっていうスタイルでやっているんで、えー、あんまり突っ込まないでください。で、その彼がですね、昨日、 アップしていた動画で僕とね話題がすごく被ってたんですよだからこれがチャンスだと思ってあの二宮翔平さんに届けと思ってこの動画を出しておりますでその動画は何かっていうと二宮翔平さんの電動バイクソーラーパネルポータブル電源は燃料高騰時代の三種の神器になるかどうかっていうタイトルの動画なんですけれどまあ、その中で話しているのが、えー、二宮翔平さんが今持っているその電動バイクというか電動キックボードみたいなやつでねそれはまあ普通にコンセントとか挿して充電をするわけなんですけどまあ、二宮さんがポータブル 電源ともうソーラーパネルを持ってらっしゃってでそれで太陽エネルギーで電気を作って電動バイクに充電を繰り返せば一切お金がかからないと非常にコスパがいいということでこれはすごくワクワクする話だなということで動画をねと撮り始めてたんですけどでちょっと面白いことに電動バイクの1回あたりの充電が15円ぐらいかかって30キロぐらい走るだろうで、まあ、それをね太陽エネルギーでこう充電するためにポータブル電源が何十万しました。 ソーラーラパネルが何万円しました、まあそれを考えるとうーんって悩んだ上でどうもコスパが結果的に悪いとお気づきになったようでまあそれの下りをね見てるのがすごく楽しかったんですけれどあの総合的に見ればその初期投資がね結局高いんでお金はかかっちゃうわけですよねただあの今回ね僕同じこと思ってたんですよ電動アシスト自転車も太陽光で充電したポタ電の電気をそれに供給して走ればまあすごくエコだなと思って で僕の場合は震災とか停電の時とかに仕事が続けられるように、まあ、設備として購入したものなんで、まあ、それをついでに、まあ、そういう移動手段のところの、まあ、電気代として使えれば、まあ、お得だなぐらいには考えてたんですけれどもでこのポタ電がえっ、ー、といくらだっけ、まあ、合計で10万ちょいぐらいなんですけれど10万円を取り返すのは結構しんどいですよね1回あたりの充電がその15円とか電動アシスト自転車でもねあの例えば20円とか言ってても、まあ、それを取り返そうとも 思っっったら結構長い年月がかかててしまって元取ろうと思ったら結果的にこっちももう繰り返し充電してバッテリーの性能が悪くなっちゃって買い替えの時期が来てしまうということでまた新しいポタ電を買うっていうことになればまあそこまでねコスパが良くない。 とは思いますただ僕がこれがねすごく重要だと思っているのが、まあ、このソーラーパネルもそうなんですけど震災とか停電とか何か災害が起きた時に交通手段ってすごく大変なことになるんですよ、まあ、電車も動かないしバスも動かないとかそういうことありますよねであの車を動かそうにもガソリンがかかるんですけれどガソリンスタンドへのガソリンの供給がね止まってしまったりすると結局ガソリン入れられないんで車を動かすのも渋るわけですよ でバイクもガソリン使うんで動かすのをねこう緊急事態しかあの動かさないようにしようという風になってしまうんですよねで僕あの東北大震災の時やっぱそうだったんですけどガソリンスタンドにね、まあ、何時間も、まあ、最悪丸1日並ぶみたいな感じだったんですけれどもうそれほどあのガソリンが手に入らないだからあの車とバイクは本当に貴重品みたいになっちゃって動かせなかったんですよでそういう時にねじゃあ電動アシスト自転車がすごく活躍するんじゃないかって思っても電気がなくなってしまえば停電になってしまえば 動かせないのでその時にソーラーパネルで充電したこのポータブル電源、はい、ここからスマホとか、まあ、必要なものも充電しつつですよ あの電動アシスト自転車のバッテリーも充電して移動手段を確保するっていうことがすごくね重要になってくると思うのであの当時はね本当に大変だったんですよねまあ走る場所もねなかなか車が通れないただ自転車がなんとか通れるっていうケースもあったりしてまあそういう意味でこれを使って電気を確保することでそういう災害時の移動手段を確保できるっていうねそのメリットはすごく強いと思いますなのでまあその災害がね起こるかどうかはわからないし起こらないでほしいんですけれどま何かあった時にはすごく役立つなと思うんで で単純にそのバッテリーの1回の充電が15円で、えー、これがいくらで何回繰り返したら元が取れるとかそういうところに行った二宮さんがちょっと今回逆に面白かったなと思います <laughs> あの普通だったらあの二宮さんもう少しこう説得力のすごいねあそこ行ったかっていうようなお話つながっていくかと思ったらあれコスパ良くねえなっていう話で結構終わってしまってあの面白かったですという、ね、今日は感想でした二宮翔平さんに届け、はい、今日もありがとうございました E チ t の鈴木でした